ういろいろ動いてみるといいですね。要は彼の前にいないっていうことと彼の資格もらうっていう、そういう2つで自分が安定してる。で足自由に使う。まあね、ここ普通こうやってやって向こうあっちどうぞってやってますけど、こうこっちね、こっちこっちどうぞって、いろいろ動いてみるといいと思うんですね。向こうね、でこう来たらボカってくるんですよね。ボカって、でもこっちの方が早いから、こっちの方が早いからこうねできる、そういう話ね。じゃあやりましょう。やってください。はい。ね、僕はこの手でお付き合いよって持ってるの。こうやってお前付き合いよ俺にってこういう風にやってんのね。で彼女は僕の手に付き合ったらやられちゃうんだよね。こっち来ちゃう。だから来た時に関係ないんだよ。表に関係なくやりたいの。付き合ってたら付き合ってるんだよね。こうやってね、付き合ってないの。僕は来たんだけどほら関係ない、あっちだ、新たな場所はあっちですよっていう風にやってんの。だからここに行っちゃダメ、ここに行ってこうじゃダメって言ったらこう来ちゃうんだから、こう来ちゃうんだよね、蹴りとか来ちゃうんだよね。だからここ俺は俺に付き合いよってこう来たんだけど彼女は向こう、そうそうそう、だから弟になっちゃったの僕がね。で資格取られちゃった。そういうふうにやりたいわけで、その時に自分の姿勢が大事ね。ここ曲がっていいから、付き合ってない、付き合いよって、で多分彼女は引っ張り込んでボカってやりたいのね。だからこうやって引っ張り込んでいきたいの。それでこの手とか足とか使うの、掴んできたら、掴んできたら、まあ掴んできたら彼女は引っ張り込んでボカってくるの。だから引っ張り、それに付き合ってるとなっちゃうの。だからならないの。来て見せて、ほらあっち、あなたあっちでしょ。そういう風にやりたいのよ。もうちょっとやってみようか。もうちょっとね。もう気にしない練習だから。練習だからこれね。気にしてもいいよ。別に付き合いたかったら付き合ってもいいんだけどさ。付き合わない練習だから。だから練習だからこう来て、ああ、付き合わないんですよって。だからいろんな方に走とか、資格に、彼女の資格に入って足とか使いたいわけ。いや、付き合わない練習だから付き合ってないんだよ。付き合ってないんだよね。だから言ってんだよね。もう少しやってみようかね。これね、彼強いでしょ。強い人にね、渡しちゃったらやられちゃうのよ。こうやって行かない。向こうやりたくたって行かないんだから。強いんだから。だから合気道は線の技だって言ってるの。だから線で切ってて餌見せたの。餌見せてパクンって食うんだよね。食ったら当然こっちが食うんだよね。足が食うんだよね。当然。とだから線でパッて見せて来た時には崩して、パクンって来た時には崩れてんの彼は。だから線なの。線とか5とかあるんだけどね。線の線とかあっちの方でやってんだけど、あの 線なの。だから5でこうやってこう持たれちゃったらやられちゃうしかないの。いくらやろうとしたっていかないんだから。これ万力で掴まれちゃったんだから。だから万力が開いててギューって力が引く時にほらおっとっと状態になった。そこの時やってんので、最初のうちはなんとの万力で掴まれるまで、あれじゃない、最初のうちは形を覚えなきゃいけないから、万力で掴んでね、こっちの手こっちの足待っててね、でも俺は行くよって、そういうふうにやりたいわけ。それが初心者の稽古で、上手くなったらパクンって食う時ね、食う時には変わってをやってんの。それが線なの。だから持たれてからギュッて、さあやってみろ、さあやってみろって やるのは初心者だけ。もうみんなうまいんだから、こう来て、で来た時にはやってんのよ。そうしとく欲しいな。ちょっと受け身サービス受け身だけどね。それからそういう話。それで自分が自由に動くのね。そうでこう上とか下とかね、いろいろ自由に動いてこうね、自由に動く。
銃に下穴下してね、パクンと時パクンって時にはおっとっと状態するのが目的だからね。おっとっと状態っていうのはどういうのかっていうと、バランス崩して相手がバランス掴もうと思ったんだけど、いないんだから、そこにいないからってなっちゃったの。そういうふうにやりたいの。そういうふうに武道だからね、さあどうぞって言って競争やってるわけじゃないの。リングの上でさえカチンってチンってなってからスタートってんじゃないの。だから退治した時にもう始まってんの、ほら始まってて、彼が来た時には崩れてるって、そういうのが目的だからね。そういうことを分かってほしいんだよね。まあそういう話で、上とか下とかね、こう来たね。で上来たらこっちの手使ったら、こっちの手使ったらこうね、こうなっちゃう。自由に使う、自由な足、腰、自由ね、自由に足をとかね、足とかほら自由でしょ。ちょっとサービス気味うまいんだけどじゃあ少しそういうことを意識して、意識しないとできないから、意識してそうやってみましょう。あの姿勢が大事ですからね。姿勢曲がっちゃって横かかっちゃったらダメなんだよ。だから自分が自立してちゃんと自由に動く。そして線の技ってのが分かってる。だから線もう取りに来たらスタートしてんの。スタートしてて、で掴まれないようにうまくねやってください。はい、どうぞ。今度はね、今度はこう手ね、パクンって来た時はもうやってるって言ったよね。でパクンって来た時いろんな技、稽古方法があるの。足自由に、足が自由だといろんなとこ行けんの。こう来てこう来てこっち行けばこうできるよ。だからこう来て、あ、まあね、ごめんね、こう来て隙間がここにあったからこう隙間入ってくればできるよ。あのいろんな体使ってそういう稽古だからね、いろんなとこ行けますよっていうことを実感してほしいわけ。それで四方投げって形があるわけ。四方投げって形はこう取りに来たのね。そしたらこう自分は安定してんので、彼は取りに来てここに置いといても、まあ、置いといてもいいよね。置いといても隙間できました。隙間に入ってきたらこうなりました。切ってもいい、切ってそれからこう入って、これね、あ、自由、いつも自由って、そういうあの合気道は自由の請求、あの追求っていうかな。彼も自由、僕も自由で、自由の中でお互いの自由の中でどういうふうに位置取りしたり、足使ったり腰使ったりさ、そういう話で、で四方投げっていう稽古があるわけで、次は四方投げの稽古ね。こうこれでもいいよ。でこう来れば普通の入り身投げなんだけど、四方投げはこういうふうに隙間を見つけてこう正中線で落とす、そういう話で、こうつながっててもいい、つながっててもいい、切ってもいい、切ったらこういうふうに隙間、それからこうやって入って転換して、転換こういうね、転換でこうまっすぐ回ってきて、これでもいい、いろいろことできるの。いろんな場所があるから、いろんな場所見えるよね、自分の周りにいろんな場所があるので、形としてはこの手はの形としてはね、まあ基本的なこと言うと、形としてはこういうふうに相手と離れたところじゃできないの。だから相手と並ぶってことね。そして転換、あ、どうぞあちらっていうのが基本、これ基本、これさっきやった基本、これそれでこれを正中線に持ってくるの。正中線持ってくったら足とか腰とか自由なのね。でこういうふうに入ったの。これ手スタートし、こうやってやって手だとできないの。でも足が自由だから、足がこっち隙間見えたの、こう入ったの、隙間見えたの、こっち隙間こう入ったの。足が自由だから手は考えてないの。手をなんかやろうって考えてないの。足をどうするかって話なの。足、手は全然考えてないの。手はどうなってもいいってわけじゃないんだけど、自分の正中線にこういうふうに落としておくの。木剣でこうやって振るのと同じ、こういうふうに、そうするとこうなってる。自然とね、自然と
木剣こうやって振りかぶってパンって切ったって、そういう形になってるの、自然となってるの、そういうふうにやるっていうんじゃないよ、いや、やらなくてもなっちゃうの、自然となっちゃうの、そういうふうに稽古してほしいわけで、どうぞあちらがせ、どうぞあちらで後方に入ってきたの、まあ上転換でね、こういうして、ちょっとこうなってね、で、この額で、後方に入った、いろんな選択肢があるわけで、相手の出方によってとか持ち方によってとか、上から持ってくる人もいるし、下から持ってくる人もいるし、ねじれてこうやって持ってくる人もいるね、そしたらどうする、あーできない、できないんだよね、だから転換を使ってこういうふうに転換してからこういうふうに入ってくるとか、そうするとこうなっちゃうのね、それは相手と自分との関係によって変わるんだけど、基本は同じだから、基本は同じで、そういう稽古だから、四方投げの稽古ね、形、そういう目的で四方投げっていうのが多分あるんだから、それを使ってみんなでやりましょうって話だから、ちょっとじゃあ四方投げね、次こう切ってもいいよ、切ってもあれ、銃手使わなくてもいい、手使ってもいい、繋がったままこういうふうに落としてもいい、そういう話、まあじゃあちょっとや塩投げを使ってやりましょう。今塩投げやりましたけど、今塩投げね、こうやってこう隙間見えたのね、こうやってこっちに入ったので、これこっちにも隙間あるんだよね、こっちいろんなとこ隙間あるんだけど、こうやってで、あやめたって、これ隙間あるの、隙間に入ってきたの、そしたらこうなってポカってこうやったの、それが入り身投げなのね、普通はね、だからあのたくさん稽古しないとできないんだけど、たくさん稽古すると、ああ正中線でやった方がいいなとかね、こっちじゃできねえなって分かるの、これやくなっちゃうから、だからだんだんと形がそういうふうに洗練されてくるの、たくさん稽古やるから、やらないと分かんないの、やらないとこっちでやっちゃうの、こうやって普通は料理とかはここでやってね、だから普通は目の前でやってんだけど、目の前の方がいいの、何あるにしても、だから姿勢もちゃんと自由な方がいいの、詰まっちゃった、例えばさ、こうやって詰まっちゃったら離れるのよ、転換なんだから、転換で離れてるからこういう風に入ったの、これ詰まったままやったらすごい大変だよ、ほらカチカチ、あれよ力入ってんだから、この筋肉じゃ負けちゃうんだから、だから伸ばしちゃう、ほら伸ばしちゃうと楽ちんなの、楽ちんだってのは稽古しないと分かんないので、なるべく楽とか自由とか楽とかそういうことを追求してんの、だから真ん中でやった方がいいっていうのは自然と分かるわけ、稽古してるとね、まあそういう話じゃあこうやって後ろ入んの、後ろそうするといるの、それでこう分かってボカッ、だからやってんの、あの足自由にするって話ね、足さっきの塩入り身投げの形もだから、そういうその形を使って入り身投げっていう、入り身投げやりなさいって言われちゃうから入り身投げやるんだけど、その時に相手をと自分との関係でどういう入り身投げをしたらいいかっていうのを考えてるわけ、それで入り身投げの形を使って相手によって違うから、相手の打ち方によって違う、相手の取り方によって違う、相手の身長によって違うとか、相手の男女差によって違うとか、いろんな柔らかい人もいればじいちゃんもいるし、いろんな人いるんだよね、で同じようにはできないの、だから練習なの、だから稽古なの、だから何しろ入り身投げの基本は後ろに入りましょう、後ろ、そして正中線、そして正中線、もうこの3つぐらいしかないわけで、あとは相手との関係でどうするかって話ね、じゃあ入り身投げを使ってじゃあ稽古しましょう、今度は一挙っていうのをやりたいと思うんですけどね、あのまあさっきの入り身投げですけどね、あのなんで笑ってるかっていうとね、あの面白いけど、まあいいや、で僕はね、彼をやっつけてって思ってるんだけど、思ってないんだよ、本当のこと言ったら、彼が勝手に僕が
と転換して通り越しちゃったの。通り越しちゃったら彼が勝手に倒れたの。ほら。で僕は何にもしてないんだけど、こうやってやったら来ちゃったの。で彼のことなんかどうでもいいの。どうでもいい。彼のことを倒そうと思ってやったらこうなっちゃうの。倒して倒れねえんだよ。彼のことは彼に任してんの。僕は勝手に自分のコントロールだけしてんの。自分のコントロールだけこっちへ来てんの。その時に彼が来ちゃったの。来ちゃったの。彼が勝手に来ちゃったの。僕が来さしてるみたいに見えんだけど、やっつけてるみたいに見えんだけど、やっつけてないの。彼はのことは彼に任してんの。で、自分だけコントロールしてんの。自分の場所。そして、この手はおへそ。おへそね。中心。中心に落としたの。そしたらこうに来ちゃって、上げてきたの。ほら、まっすぐ上げたの。そして、彼勝手に倒れてんだよね。俺がやってるわけじゃないんだよ。彼が勝手に倒れたんだよっていうふうに言いたいわけ。そういうふうに、なんていうのかな、やってほしいんですよ。あんまりこうやって見にくいからね、やっつけなくて、やっつけれないのに、やっつけようと思ったらできないんだよね。でも自分がこういうふうに言っちゃって、ほら、何にもやってないんだよ、ほら。何にもやってない。って、そういうふうにやりたいわけ。例えば、入り身投げ、今のね。だから、彼が勝手に倒れた。自分、他人はコントロールできないから。他人は動きは動かせないから。まあ、動かせた人もいるんだけどね。倒れろよって、バンって。倒れろって、バンって。とかやったら倒れちゃったっていう話もあるんだけどさ。その話で笑ってたんだけどね。まあ、そういう話。まあ、そういう話ね。あ、今度一挙ね。今度。一挙転換したいね、転換。で、あちらへどうぞやったの。そしたら、自分だけこっち、へそに持ってきたの、こうやって。そしたら、この手来るね。あ、やだよね。で、その前に、吐きさせんだけど、こう来たら、こう上がってきたの。そして、こう入ってきたの。内側から。こうやってやって、ね、こういう形になってんのは、四方投げとか、入り身投げとか、そういう形。今度はこういう形。肘が上がっちゃって、こう振るんじゃなくて、こっちからこうに入ってるの。今度。で、だから難しいの。転換して、だから形を作るためにね、今みたいな形にするために転換して、こういう風に来るとほら、この手使いたいんだよね、からね。蹴り使いたいんだよね。そうそう。だから僕は上げてきたの。そしたら脇が見えたの。これ、ほら、見えたの。で、こういう風に入ってくるの。直線的に入れないから、こういう風に入るの。こっちからこういう風に。手何もしてないよ。でも彼倒れちゃったの。そういう風に彼が勝手に倒れたっていう風にやりたい。で、転換して、へそ。ボン。本当はっていうかな。まあいいや。まあ何しろこういう形。それでこの手使いたいね。足使いたい。だから、正中線持ってきたの。正中線持ってくると、こういう形になるの。そしてこっちから入るの。こっちから。こういうふうに。足開いたままここに入らないで。足開いたら閉じて。今度こちら。閉じて。今度こちら。で座るって。そういう形。難しいんだけどね、これね。一挙って難しいんだよ。こうやって転換したの。そうに持ってきたの。ボカンってくるよ。その前にこうに出てきたの。ね、それで、今みたいになっちゃうとまずいんだけど、こうやってやって、こうやってやって、この手繋がってんの。繋がってるから、で、こちらに出すの。こちら。それで座るの。そうすると一挙の形になるの。いや、ちょっと難しいけど、一挙みんなでちょっとやってみよう。いや、勝手に彼が倒れるようにやるっていうのが最終的な目標だからね。目標途中の人もたくさんいるんだけど、で、それずっとやり続けてたらずっとそれになっちゃうの。だけど、彼が勝手に倒れるっていうのが最終目的だっていうふうに思ってて、そっち目指してないとダメなの。だから、彼が勝手に倒れるように、なるべくうまくさばいて、
ね、自分彼をコントロールできないってことを分かってないとやっちゃうからね。だから彼が勝手に倒れて、で自分がうまくそう裁くっていうこの話ね。じゃあもう少し、あんまり手を使わないの。手を使ってつっったらやられちゃうんだよね。手使ったらね、これ手やっつけようと思ってたらやられてんだよもうこれ。だから最初に必要なのは転換なの。転換であちらへどうぞやってんの。だからこういう風に入ってきてよ、ほらこうなったの。こう初めからってやったらやられちゃうんだから。だからその辺そのなんとなく手なるべく使わないので、彼が勝手に倒れるように、ほら勝手に倒れる。そうで後方に後ろ入るとかね、あ後ろ入ってこうね、こうこれこれ裏の形なんだけどさ、まあそういう風にやってほしいのよ。だからその一挙だとか技っていうのは全部学びなんだけど、その どこをそう一挙考えてる、例えばこうやってやってあちらへどうぞやってからここもらうので、もらってなくてあちらどうぞやるの忘れちゃってこうやってやったら来ちゃうんだよ。だから順番っていうかな、そう大事なことってのはすごくあるわけで、この手に行っちゃったらなっちゃうの。こうやって手を動かしてあちらへどうぞってこう歩けるって、そういう状況でここに入ってきたの。だからここに入って、ほらここに入って、だから その一つ一つの裁きっていうのかな、それ意味があるからね。無視しないでほしいのよね。あんまり手なんて言っちゃったらダメなんだからさ。じゃあそこのとこもうちょっとじゃあみんなでもう少し、あそれからもう一つ励ます。もう一つこれね、こじゃ例えばじゃあやってこういうふうに来たよね。であーってなっちゃって、で俺は逃げて、こうやって逃げちゃったらダメなの。これ僕が反発してきて、この手とか足とかこうね来るからこうなってんだよ。でそこのとこやられちゃったので、これ逃げちゃったら技にならないの。逃げちゃったら技にならないっていうか、まあなるんだよ、なるんだけど本当の一挙の形にならないの。だからやってこうやってやった時にこれ逃げて、この手がなかったらね、こうなってたらやる必要ないの。はいさよならって、こうやってさよなら、で全然終わりだよね。でさよならだよね。でもこの一挙の形やるためにはこの手が必要なの。この手が必要で、必要だからこれを防ぐためにこういうふうに入ってるの。分かるよね。これ向こう逃げちゃったらさ、さよならってことだ、さよならだよ。でも一挙なんかやる必要ないんだから、わざわざ一挙こうやって逃げてんのにさ一挙追っかけていってやったらやられちゃうんだよ逆にね。彼が反撃してくるからやめてねって、そうだこうやって入ってきた、そういうふうにやってほしいのよ。だからそういうストーリーだからね、技の。だからちゃんと反撃があるからこうやってやったらやられちゃったの。そういうふうにやってほしいのよ、そういう話。転換してあちらへどうぞやったの。それからこう来たら今度こういうふうにするの。さっきはこの隙間こうやって上げた時に隙間がこう見えたのね。で隙間こっちから入ったの、こっちからこういうふうにで今度はこう上げたら下げちゃうの、こうやってとこうなっちゃうの。そしてこうね頭を押さえてボカってこうやってやってもいいよ。それからこうやって転換して向こうあちらどうぞやって、へそに持ってきてスペッペッてこうそれ向こうに投げてもいいんだけど、そのままこう下がってきてで首こうでギュッ痛くする、これでもいい、どっちでもいい。要はさっきはその隙間からこの隙間にへそに持ってきた時にちょっと待ってね、はい、こういうふうに上がってきたらここ見えたの。だからこっちから入ったでしょ、こっちからでこの手あるのね。これああそうだ、これね力で
この手をやっつけようとしたらこうなっちゃうの。でもテンションなの。テンションと力と混同してる人多いから。力でやってんじゃないの。テンションでやってんの。テンションってのはどういうのかっていうと、こうじゃなくて、真上。こうに真上。近づいてくるからテンションがかかるの。近づかなかったらテンションがかからない。近づかなかったらテンション、力になっちゃうの。力。近づいてくるからテンションかかるの。ほら、ほら、ほら、こうになってんの。そういう話ね。何言ってんだ。そう、まあ、何言ってるか分かんないけど、まあ、そういう話。だから、テンションと、テンションを利用して、こうやって、ね、こう、いっぱいになって、いっぱいになって、この手く飛んでくる。飛んでくるときの前に、本当は嫌だよって、こういうふうにやりたいの。パーって嫌だよって、足とかね、足って。で、自分が下がっちゃうの。あって、こうやって来ないでねって。で、来ないでね、やってないと、来ちゃうのよ。こうやって。で、わーってやられちゃうのね。あーってやられちゃうの。だから来ないでね、やるの。大事。これ以上来ちゃ嫌だよって。これ以上来ちゃ嫌だよって、俺ね。そう。で、来ては嫌だよなんだけど、こう下がってくると彼、こう首持てんの。持てた時に、手をこういうふうに持ってんだけど、こういうふうに持ってんだけど、こういうふうに入ってるから、こっから、こういうふうに持ってくれるよね。こういうふうに。それで、まっすぐ出たの。だそういうふうに、そう、まあ、回転投げみたいな形と、三挙の形、両方できるから。じゃあ、ちょっと一挙系の技で、ちょっと練習。あのね、手の使い方とかやってるうちに分かってくるんだけど、ちょっと説明しときますね。こういう刃物ってかな。で、これまっすぐなのね。まっすぐ使うの。これこうやって、手首を壊そうと思ったら、こう横に使ってないの。まっすぐ、額にこういうふうに入ってんの。だからこういうとこ見えるの。まっすぐなの、これ。まっすぐってのは、まっすぐ上向いてんの。そして下がるときはまっすぐ下がってんの。だからこう、だからこういうふうに使ってないの。で、こうやってやって、こうやって持ってくるの、持ってこれないんだよ。このまま持ってくるの。そして、これ、こう持ってんだよね。で、これ、こう抜いてくると、こういうふうに自然と、ここに入ってくるの。こういうふうに、ほら、こういうふうに。自然と入ってくるの。で、それは練習しないとなかなかできないんだけど、みんな手を追っかけちゃってるから、こうやって、こんなでやっちゃダメよ。まっすぐが基本だから。まっすぐ基本、頭。そしたら、こういうふうに入ってくるの。こういうふうに、こういうふうに。そして、まっすぐなの。この V 字型って、この V 字型ね。V 字型がここに、額に来るように。で、こうなっちゃないの。これ、開き開いちゃうから。なるべくこうやってす。昔言われたんだけどね。輪ゴムで、緩みを取って、はぁって言ったらきつくしちゃうの。きつくなるんじゃなくて、輪ゴムって言うかな。輪ゴムでいいや。で、緩みだけ取れてんの。で、緩み取れて、こう。で、むやみにこうやって開かない。これで緩み取れてんだったらいいけど、緩みがあるんだったら、ここに緩みがあるんだったら、緩みがないとこまでやっておる。そしてまっすぐ。そしてまっすぐ落とす。そうするとこうなったりがね、そしてこのままこういう風に入ってくるの。ほら。ほら。そういう話ね。そういう話。ちょっと言いましたけど、何しろこういうものが、こういうものってまっすぐ使うってことね。自然に使う。で、今度こういうふうに来たら、今こういうふうに追ってきたんだけど、今度こう入ってくるの。とかなり崩れてくるよ、自然と。ね。直線的に入っていくと、こう、今みたいに崩れちゃうの。でもこっちから崩すの。そうすると倒れちゃうのね。こうやって外して、転換ね。それからこうへそ。で、まっすぐ。で、ちょっと外にこういうふうに出しといて、こっち出すの。横までちょっと見て。あっちだな。あっち。足元。この足元。足元にこういうふうに崩していく。そうすると崩れちゃうの。直線的にやると難しいよ。強いからね。彼の弱点で弱いところ。こうやってまっすぐ。転換だ。こうやって転換して、それでへそに持ってくるの。そして、来るからね、来るから。
来るから来たら嫌だよって来たら、こっち、こっち、最初はこっち、そして最後にこっち。そうそう、こうなっちゃう。そういう感じです。最初こっちや、後からこっちなんて難しかったら直線でもいい。直線でもこうやって上がって、この手来る。見えて、見えて、それを止めるつもり。止めるつ、この手、肘で止める。肘ってこの腕かな。腕で止めるつもり。それでまっすぐ入っていってもいい。ちょっと、まあ向こう逃げていくんだけどね。本当は逃がしちゃいけないって言われたんだけど、逃がしちゃってもいいから。さばきの練習だから。今度は向こうに、今度は、今はこっちへ、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 ちょっと曲がっちゃって、こっちへここに出したの。今度はこっちへ、こっちへ、こっちへ、こっちへ。方向だけ違う。そういう感じね。今日はね、大体一挙系の技なんだけどね。こう、内側入るのね。転換をしました。へそにまとめました。それからなんかやる。ね。今はこっち入って、こう。今はこっち、こう。ね、ここね。で、狙ってんのね。初めから狙ってんの。で、こう手外してくれば、こう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 、腰投げとかね。いろんな技ができるんですよ。こっちから入ってくれば。ちょっとしっかり。こうやって入ってね。こうやってね、こう。で、こう切っといて、こうやって入ってくれば腰投げとかね。いろいろなことできるの、技。いろんなことできるの。できるけど、じゃあどうしようかな。じゃあやろう。こうやってやって転換してへそにまとめたでしょ。そしたらここ入ってくるの。後ろ。そうすると天地投げみたいな形にもできる。これやろうか。ね。それからもう一つは今やったのをね、こう。そして、こう来て、こう来たでしょ。で、これいらねえから自分が四角入っちゃったの。四角。そしたらこの手使えるの。この手。こういうふうに。こういうふうにね。二つできるよね。転換してあちらへどうぞ。そしたらへそを持ってきたと一緒に出てくるの。待って。これが一つ。それから転換しました。そしてへそに持ってきました。いらねえから、いらねえ。そしたらこう、後ろ。こう、ね。こう、二つできるから。まあ、形だからね。まあ、そういう形で。ちょっといい？ちょっと捨てる意識使わないとダメなのね。ちょっとね、難しい。これ持ってんだよね。こうやって、持ってんだよね。持ってて、こうやってやったら、捨てれないとダメなの。捨てるのは、こうやっちゃって捨てちゃうのも、こっちへ捨てちゃうのも、捨てちゃうの。で、こっちも捨てちゃうの、こっち。こうやって入ったら、これ捨てちゃうの。こうやってきたら、この後捨てちゃうの、こっち。捨てちゃわないとダメなの。これ、カッと持ってたら、これって邪魔なんだから。だから邪魔な手は捨てるのよ。それでこうやって入んのよ。それやってほしいんだよね。まあ、時間だけどさ。まあ、そういう話。だから捨てる意識も使ってね、捨てる。いらないのは捨てるの。いるのは欲しい。そういう話。まあまあ、じゃあ終わりましょう。終わりましょう。じゃあ。ありがとうございました。